じゃあ今回ですね、まあ今、まあ、飛ばすあの打ち方を教えてもらってるんですけど、その飛ばす打ち方のための、まあ、練習も必要だと思うので、うん、その新馬さんが今やられてるそのなんか飛ばすための練習のドリルっていうのがあれば、メインでやってるのが一つあって、はい、まあ、これもドラゴンの選手に、まあの真似をしてるっていうか自分がやってるのがあって、あのユピテル、はい、計測器を置いて、はい、でその上で素振りをする、はい、それはあの思いっきりリミッター解除して、はい、思いっきり振る、で一回一回この数値を見てもらって、で一回振って見て、はい、それよりも早く振ろうとする、はい、でこれをあの 毎日やればそれもいいし、はい、あの練習行ったら必ずやってもらうと、でこの前ここまで行った、で今日はここまで行こうみたいな感じで、はいはい、少しね意識を持ってやってもらうといいと思うんで、うん、で、はい、ドライバーだけじゃなくて今ね、はい、辻谷が持ってる、持ってました、そう、それあのバット、重いバット、はい、これでも出るんで数値が、はい、であのヘッドスピードだけ、まあ、あの出るんで、はい、それを見ていきます、はい、一回振ってみましょう。あ、僕ですか、うん、はい、大丈夫ちょっと頑張ります、ちょっと頑張って振ってね、これ、はい、これリミッター解除ですよね。解除。これ出るかな。36.6。はい。もう一回いきます。もうちょっと振った方がいいですね。はい。36.5。下がった。下がった。365。もう一回、もう一回いきます。お、来た。36.7。安定してるね。 0.1 ずつですね、なんか小刻みに、ね、でこれを、はい、まあ、自分はこれでもうバンバン振っちゃうんです。もう、はい、振って、あ、じゃあ一回やってみましょうか、俺。あ、ぜひお願いします。で、あのこう数、自分は数値見て、はい、まあ、向きになってくるんで、はい、でちょっと初めは普通にちょっと、はぁ、で、あ、ちょ、今ね、え、これ何これ、あ、48か、48.8。え、で、48.9。で、こうやって見てくると、はい、あのちょっと自分の中でもっといける、もっといける、もうね、半分トレーニングと、はい、あのイメージ的には、はい、ウェイトトレーニングってやったことある？あんまりやったことない、まあ、いつもベンチって言っちゃう、ベンチプレスなんだけど、はい、のマックスを測る時があって、自分の、ね、限界を、はいはい、その時って周りが盛り上げるの、いける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 みたいな感じで、はい、それに近い感じでも自分の中でもう誰も周りいないんだけど、ね、一人の時は、はい、もういけるいける大丈夫、いけるいける、はい、よし、いける、マックスってなってステップして50.3。マジっすかで、こうやってやっていくと、はい、でもう一人の時もちょっと自分を盛り上げながら、はい、もっといける、もっといける、もっといける、って言って、もう絶対値を、はい、毎回言うけど絶対値を上げていく。はい、で、前言ってた10回の素振り、はい、もうこういう感じでもいいんで、はい、ユピテルを置いて、ドライバーで10回振る。はい、それだけでもいいんで、はい、で、その日のマックスを覚えておくって、はい、まあ書いておいてもいいし、あ、で、はいはいはい、次練習した時は、この前ここがマックスだったら、今日もうちょっと行きたいとか、はい、っていうのが、はい、あの見えて、まあ、その目標が、ね、見えてくるし、はい、これはすごくいいです。そうですね、で素振りであの数値が出るんでね、はい、やっぱりで今このバット振ってもらったんで、今度は、はい、まあ、ドライバー、今あのいつもの実際の、ね、ドライバーをちょっと振ってください。ちょっとでバットさ、あのいくつだっけ、36.7 がマックス、はい、これを超えるっていうことですね。バットは超えるでしょ、絶対に。バットは超えると思います。どれくらいいくんだろうね、でもね。よし、はい、いけるいけるいける、いける、お、43.8、はい、お、ちょっと早くなってきたね。もうちょっといきます、うん、で、これ、自分がコースに、あ、この前、あのね、カツラギで撮影させてもらった時、はい、自分が打つ前とかさ、俺、一人でちょっと喋ってるんだけど、いける、絶対できない、大丈夫みたいな、はい、ああいう感じで、もっと盛り上げていく、自分を、自分を盛り上げる、そう、はい、はい、絶対いける、はい、絶対いける、信じてしっかり、いける、絶対いける、お、44.6、ほら、あー、上がります、ね、上がってきた、はい、ね、ここまでいくとさ、やっぱ45出したくなってくるよね、はい、
で素振りだけどあのすごい向きにもなれるし、なります、なります、やっぱ、はい、しっかり数値として出るんで、はい、でこれ今日もしこのままで 44.6 で45出なかったとしたら次やっぱ出したくなるし、はい、そうですね、ね、はい、すごくいいと思うこれは。あの確かにこうなんか自分をこう、うん、なんですかね、盛り上げると、そうそう、ちょっと俺も出してちょっと、はい、あの前言ったその10回っていうのも結構リアルに思いっきり10回振ったら疲れるんで、結構ですね、ね、あのその練習もこうただもう100回振りましょうみたいな、はい、そんなんだとた疲れ、あ、まあ、毎日続かないと思うし、はい、続けるのがやっぱ大事なんで、はい、あ、ちょっと初め普通っていうかちょっと、59.5 か。いきなりちょっと速くなっちゃったね。速いの出たね。速いの出ました。これどう？わっ、 61.1 もう 出始めたね。よし、いけるです。よし、これこう、これがこそ。よし、いける、絶対いける。よし、いける、絶対いける。俺ならできる、俺ならできる。じゃあ俺だからできる。よし、いこう。笑っちゃいけないけど、61.7。あー、ちょっと上がったね。上がる。でもすごいですね。61.7 ですか。もしこれを、まあ、週5とか、まあ、ちょっと休憩しながら、はい、5、4やったとしたらさ、はい、上がっていくよね、少しずつヘッドスピードが。 で、ね、それもやっぱりこの数値に、あの飛距離に、はい、つながってくる。で絶対つながってくるんで、はい、ね、バット振ったり、これ振って、はい、これ置いて、はい、そう、絶対読みます、これ。これ別に、あれですよね、ユピテルがなかったとしても、その先前言ってた10回スイングを振っていくだけでも違ってくるってことです。そうっす。で自分は、ね、これを置いておくとすごく、まあ、楽しいん で、はい、でやっぱ数値として見れるん で、はい、で時々あの最後みたいにこう思いっきり振ったのにあの出ない時とか、はい、っていうの出なかったらもう一回こう手先に力入ってないかとかで確認して、あ、はい、で、あの手先の力を抜くことをやっぱりあの忘れてしまうっていうか、はい、あの強く振ろうとすると必ずここがロックしてしまうんで、はい、こういう感じ、あ、ね、以前の自分です。そうそう、これね、こうやって、はい、こんなんさ、はい、こうやってもさ、スピード出ないもんね、はい、出ないですね。28.3 でこれをさ手の力抜いて、はい、で振っただけのさ10違います、ね、そう、10違う。でこういうのも勉強になるし、そうですね、そうか、力を手の、ね、力を抜いてムチみたいにして、ムチムチムチにしてこんな感じで振ったらで上がっていくね、はい、そう、でこれはやってください。はい、ま、もうあの素振りは毎日10回ぐらい、はい、ユピテル置くのは週4回ぐらい、週4ぐらい、4回ぐらい、はい、であのマックスで振るのはもう5回ぐらいでもいいんで、はい、これを置いて数値を見る、はい、で、はい、どっかに書いておく、はい、この日のマックスはこれ、はい、でこのマックスを超えるように次は頑張るみたいな、はい、ちょっとずつ上げていく、はい、すみません、ありがとうございます、はい、お疲れ様です。ありがとうございました。